強打、チーム内でもバトルフェイスと呼ばれていた。こちら試合終了後のベンチの音声。バトルフェイス強打追いとなっております。お前変わったな、異名みたいでかっこええやんけ。誰が言ってるんだこれ。 W 戦う顔してるぜとか言われてるやん。銀下人バトルフェイス強打、ファイティングフェイスの方が好き。これマジで誰やろ、マジで言ってるやん。バトルフェイス強打白さ、チームの雰囲気ええな。誰やろ、声的にコーチかな。谷重、ベイスターズでは戦う顔は必要ない。選手にここまでネタにされる素晴らしい監督。まあ横浜の選手バー見て、 YouTuber 来たぞ YouTuber とか言うからな。ちょっとネジ外れとるとこある。バトルフェイスフォルム強打。おいおい、バトルフェイス強打よ、おい戦う顔してるぞ、おい混乱立つなみバカにされてるやん。バトルフェイス強打の語呂の良さは異常。戦う顔してるぜって声も聞こえるな。マジで何時意味とるだろこれ。登録名もバトルフェイスにしようぜ。ご視聴ありがとうございました。